オッケーオッケーオッケー、2回転オッケー。こんにちは、ケイダです。学生のみんなはもう夏休み終わったかな。僕は学生の頃ね、夏休みはね、たまに川に行ったりしてね、ちょっと溺れかけたこともあるんですけども、それでは今日は銀魂コラボガチャ引いていこうと思います。ちょっとね、新選組っぽいでしょ、格好。はい、これで引いていこうと思います。ちょっとね、提供割合見ていきましょう。まあ安定の 8.4% ですね。で、その中でも今回ピックアップは今日ないんで、まあ全部 1.2% で出ますという感じで、過去のやつは 0.6% になってます。ちょっと出にくいですね。キャラの詳細につきましてはまた後ほど触れていこうかなと思います。まずはガチャですね、引いていきましょう。まあ、今回はちょっとね、なんかヒロアカよりも抑えめなところありますよね。まあその辺も話していくんですけども、まあ全キャラ艦隊でコンプしたいというよりかは、まあ1体2体ぐらい確保できればいいかなっていうところで思っております。音大丈夫かな。まあ安定の星4号ですね。これもそうですよね。はい、新選組っぽいですよね、今日の格好。はい、まあ一発目はこんな感じです。もう下手しい、これあれっすね、全部銀魂コラボキャラ出るよね、星4号で。頼みますて、頼みますて。まあ24の僕救世主もいるからね、今回本当に近畿用、近畿ガチャっぽいですけどね。はい。まあ、コラボ、最近のコラボはずっとこんなんすもん、調子悪いっす。デクもね、言うて1500連しても、1500連じゃないか、オーブ1500個使っても最初出なかったですからね。なかなか渋いね。渋戦組です。渋戦組。渋い。頼むよ。めっちゃ渋くないか？星4号自体全然出てないしね。おい、どうした ?8.4% どうした？なんでこんなに 8.4% 引けない？まあそろそろ行くでしょ、さすがに。さすがにね、そろそろ 8.4% 来るでしょ。 8.4% こんなに、よし。まあまずは1体、はい、ありがとうございます。バブルス王女と近藤さんですね。すごいね、この巴御前、このね、ボール絵っていうかアイコンの絵がすごいね。うん、顔でかゴリラ。じゃあ行きます。頼むよ。結構マジで星玉にかかってる説あるから、頼むよ。いやだいらんって、今はマジで今いらん。オズさんです。まあでもオズたちももう重進化する可能性ありますよね。メイとか重進化してるから早いな、そう考えると。最近のキャラまで重進化してますね、めっちゃ。いやー、 8.4% 今日全く引けないな。どうした、ちょっと気持ちで負けてるね。これは格好はちゃんとしてきたんですけどね、新選組っぽい格好してきたんですけど、いけます。頼むよ。確定ゼロ。まあさすがに高杉はね、近畿毎月やる僕としては絶対に確保しておきたいですね。なるほど、 0.6% の歩を引いた桂さんですね。頼むよマジで。銀玉ってね、なんか女性で人気のイメージ高いね。ブリーチもそうやったけど、やっぱあれかな、イケメンがいっぱい出るアニメとか漫画は女性人気つくんですよね。いや止まらんぜ。どうした、頼むよマジで。最近ね、夏休みガチャは調子良かったんですけど、それ以外は大体ね、サムネこういう顔してますから、じゃマジやめてみたいな、辛いわみたいな顔してますから、頼むよ。葛飾北斎、
だからまあ日本系がめっちゃ出てるけど関係ないわそこは。ちょっと頼むよマジで。確定5位プチュン2回転。確定ないとマジで信用だな。てかモンストってもう確定全然来ないからね。普通に毎回来ていいと思うんだけどね。まあたまにそのなしから来ても嬉しいけど、はい。いやーどうした。マジどうした。頼むよ。騎兵隊高すぎが欲しい。マジ頼むよ。まあ、止まればほぼ確定ですけど、止まらない。全く止まらん。どうした。スルーしすぎ。いくよ。オッケーオッケーオッケー。2回転オッケー。いや、ようやく、さすがに被るなよ。オッケー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 。高すぎたな。覚悟しました。よかった。ちょっと危なかったね。ちょっと終盤に、もう僕、大体スロースタートなんで、終盤にね、いっぱい出ると思ってます。頼む。全部コンプ頼むよ。起きたもん。高すぎ、もう一体ぐらい確保しておきたいな。止まってくれ。どうした、星5率。いや、マジで出ん。え、マジで全然出てなくない?その星5自体が。関係ない星5自体も出てない。ああ2回転2回転今日よく出る日なのかな。止まればもう起きたんですよね多分。いや違うわそんなことないわ。あ起きた。止まれば起きた。そこ出たか。ラストいきます。さすがにコンプしたい。怖いなこれ。止まれ。星5率どうしたマジで。ちょっと見ましょうか。さすがにこれ低すぎんか今日。星5ともえ御前オズ桂小太郎葛飾北斎。残り3体バブルス王女2体と高杉なんですけども、そのうち2体が星玉なんで140連して星56が5体だけでした。星玉覗くとね。めちゃくちゃ低いぞ、これ。どうした。いや、これは渋すぎんな、マジで。こいつばっかり出るじゃん。まあ、使って、ありがとうございました。いや、渋いな、マジで渋かった。というところで、ちょっと、キャラ詳細で見ていきます。まあ、このキャラは、18の動くとか、マグメルとか、まあ、基本的に、地雷が出るクエストとか、状態異常が出るクエストで、かなり優秀です。で、あとは、マリシテン回も使いますね。でも言って、このキャラに変わるキャラっていうのは、そこそこいるんですよね。まあ、めちゃくちゃ友情コンボ強いわけじゃないし、どうしても欲しいっていう感じのキャラではないかなって、個人的には思いました。まあ、SS のなんかボムスロー的な使い方は結構強くて面白いんですけど、まあ、割と代用キャラいるかなっていう感じですね、印象的には。で、バブル僧侶。こちらも、まあ、ギミック的には7の僕。適正で、ボスにもキラーが乗ってくるんですけど、まあ、友情コンボ、パワー型にしては強いものをもらってます。キラー相手にはパワー型そんなに関係なくダメージが通りますよっていう感じですね。で、SS がね、壁ドンがね、やっぱ強いね。これは強かった。まあ、超アンチダメージを組み合わせてもらえればめちゃめちゃ火力出るんですけど、パーティーに1体入れていいところかなっていうレベルですね。やっぱその SS 主体のキャラなんで、まあ、しっかり火力枠、アタッカーとして活躍できるかなという印象ですね。で、高杉さんですね。近畿24のキャラでございます。まあ、完全に近畿24以外では別キャラ使うかなっていう印象が強いかなっていうところですね。やっぱその防御力アップ、長距離貫通核三段 EL5 っていうと、通常のクエストでは物足りない感がすごい強いですね。まあ、本当に今回のガチャは近畿やる人向けっていう印象が強いかなって個人的には思いました。もちろん他でも使えるんですけども、どっちかで言うとやっぱ近畿向けのキャラたちなんで、その辺もガチャ引くべきかどうかの動画で話していこうと思うんですけども、ただ、重心化する可能性なんですよね、金さんとかが。なんで、まあそれ出た後にしっかり話していこうかなっていうふうに思っております。まあ今回かなり渋かったです。相変わらず多分サムネこんな顔してると思うんですけども。
いやー出ないね。皆さんはねもっと神引きしてると期待しております。それではご視聴ありがとうございました。飯うまって方はねぜひ高評価チャンネル登録の方をお願いいたします。それではバイバイ。